はい、皆さんこんにちは、ゴキです。今日ですね、以前やっておりました、苦手な漢字ですね。苦手な漢字をリクエストいただいて、それに答えるっていうですね、ちょっとシリーズなんですけども、今日ですね、リクエストなんですけど、乃木編ですね。乃木編の漢字を、教えてくれということだったんで、乃木編の漢字をですね、今日はやっていきたいと思います。はい。まずですね、乃木編で有名な漢字といえばですね、和という漢字が思いつくんじゃないかなと思います。はい。平和の和ですね。はい。で、これですね、まずイメージですね。ちょっと私のちょっとイメージなんですけど、まず乃木編一番最初ですよね。まあ、このですね、最初。これをですね、結構長めに書く方って結構いるんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、長めにこう書いたとして、まあ、これですね、意識あんまりしてないと思うんですけど、まあ、長めに書いたとします。はい。まあね、これでもまあ別にいいかと思うんですけど、これですね、ちょっと2箇所ちょっと間違ってるところがありまして、で、注目していただきたいのはですね、もちろんこの乃木編のこの最初のですね、一画なんですよね。はい。で、これがですね、もう本当にですね、うまく書けるかどうかの肝になってまして、これがうまくいけばですね、ものすごいかっこいい字が書けると思うんですけど、これがですね、間違えてしまうと、ちょっとですね、一気に変な感じになってしまいます。で、これもですね、ちょっと悪い例なんで、まあ、変な感じになってると思うんですよね。なんかちょっと違和感あるような感じ。で、これまずですね、どこが違うかというと、向きが違います。はい。これの正しい向きっていうのが、時計ですね。時計をイメージしていただきたいんですけど、時計のですね、8時方向になります。これですね、結構下の方になってると思うんで、7時方向ぐらいですよね。で、これがですね、結構間違いで、これをですね、まあ、この辺ですね、こんな感じ。まあ、真横ではないですけど、8時方向に向かって、短くですね。短く。で、これ結構ね、長めなんですよね。まあ、乃木編ですね。漢字によって違いますけど、この和っていう漢字はですね、短くいきます。で、8時方向。で、この2つだけを今日はね、ポイントとして、持って帰っていただきたいなと思います。はい。では、これを踏まえてですね、まず、乃木編、平和の和ですね。平和の和の、楷書ですね。楷書をやっていきたいと思います。で、はい。ちょっと書いていきますね。で、最初にこう、少しですね、こう斜めに入れるんですけど、これですね、この向き、皆さん覚えてください。で、これですね、乃木編、なんとなくですけど、こう丸いイメージないですかね。こう丸みを帯びるイメージ。こんな感じ。こんなイメージあると思うんですけど、これはですね、ちょっと、バツですね、バツ。で、短くですね、どちらかというとまっすぐめでいいと思います。はい。で、これがですね、美しく、乃木編を描けるかどうかのポイントになります。これ短く、8時方向ですね。これができていれば、丸です。はい。で、続きまして、横画ですね。横画。はい。これはまっすぐ描いていただいて、ここなんですけど、はい。で、このですね、払いは、指示方向で大丈夫です。はい。これが、和ですね。ちょっとね、ここね、横画、ちょっとふにゃってなってしまったんですけど、これがですね、正しく書ければ、ものすごい、いいと思います。和ですね。はい。でまだね、今日ね、ここちょっとポイントなんで、ここだけをちょっと見ていただきたいんですけど、ここの向きですね。はい。で、皆さんもですね、これちょっと真似して書いていただければなと思います。はい。そうですね、これを踏まえて、行書ですね。行書の、和いきます。行書の和もですね、これ、ここの角がですね、ちょっと斜めになるぐらいで、あと口の書き方もちょっと変わるぐらいなんで、まあ、これとは似てますけども、ちょっと書いてみます。はい。まず、8時方向に短くですね。短く。はい。
で、これがちょっと斜め気味になる感じで、はい。で、この口ですね。ちょっと柔らかく描く感じ。柔らかく。はい。こんな感じですね。これが行書の和ですね。もう描き方に似てますけど、この横角の角度がちょっと違うぐらいで、ここはですね、一緒です。短く、80方向っていうのをですね、ちょっと覚えていただきたいと思います。ではですね、もう一つぐらいちょっと書いて、今日はですね、乃木編は終わりにしたいと思うんですけども、もう一つはですね、そうですね、ちょっとパッと思い浮かんだのが、ほっていう字ですね、ほ。稲穂の穂ですね。漢字で女性 の, あの名前なんかに、こう見ますね。なほさんとかの方だと思うんですけども、これをですね、ちょっと今日は、書いて、乃木編のちょっと、回答動画としていきたいと思います。ではですね、ほ、書いていきます。では、このですね、ほ、もうこの乃木編なんですけど、乃木編はですね、もう本当これだと思っていただいて、もうイレギュラーはあんまりないと思いますね。短く、8時方向。特にですね、楷書で書く場合は、もうこの通りですね、になると思います。行書の場合はですね、どうしてもこうつなげて書く場合が多いんで、これですね、ちょっと8時方向じゃなくて、ちょっと7時方向なんかになる感じもあったりしますけど、基本的にはですね、もうさっきの短く8時方向ということだけをちょっと思っていただいて練習してください。はい。では、方ですね、いきます。これもですね、平和の和とも一緒で、これ、8時方向ですね。8時方向。で、短く。はい。こんな感じですね。で、漢字の角がちょっと増えるんで、この辺はですね、ちょっと足長になっていくんですけど、基本的にはこんな感じですね。はい。で、横を。で、田んぼの田のような感じで、で、心ですね。はい、ここですね。はい、ここポイントです。はい、ではですね、行書をいきたいと思います。これ行書はですね、そうですね、この場合はちょっとですね、短いんですけど、ちょっと例外で角度がですね、8時方向にするよりは、僕はですね、ちょっと7時方向ぐらいに書いたりします。こんな感じ。まあでもね、短いです。短く。はい、こんな感じですね。まあね、これね、8時方向でもいいと思うんですけど、こっちの方がこうつながりがこうイメージしやすいんで、漢字として最後のまとまりがですね、結構その角度変えた方がこれはちょっといいかなと思って、僕はですね、ちょっと7時方向で変えてますけど、まあ、8時方向で思っていただいて全然いいと思うんで、はい。ということで今日はですね、乃木編をやってまいりました。乃木編のポイントですね、短く8時方向ですね、これだけをちょっと覚えていただきながら、自分のものにしていただきたいかなと思います。はい、ではですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。